ランピーちゃん頑張るから元気だ。逃げられた。メドベキア城へ向かう。またフェルトラク様、フェルトラク。私が声を上げたところ、掟を破り続けるヴァンピエ、募り続けた不安。しかし人間たちの分かる分かる、彼らには届かない。起きて起きて起きて。その矛…待て。聖少女なんてぶっ壊してやるんだから。ギャオーギャオーギャーガーブバイト、怪我してたよね。大丈夫かな？すごーい！聖少獣を倒したとしても。わからねえ。そのためにも古城へ行って。一時的。もうお城も謝ることはねえよ。そうだ、こっからバンピーちゃんたちがか。死にたい奴は前に並べ、大釜グローロスよ、力をつけて、ブラッディーノー。次はどうしよう。
ちょっとだけ本気出しちゃおっかな。さあこれからよ。休み、眠りなさい。かかってこいよ。ぶっ飛ばしてやるわ。いや次はどいつだ。きっとメドベキア城にあいつ警戒は怠るな。くそ裏門。隣人を見つけたぞ。うわ、見つかっ正門の方だ。聞こえたか。あれなんだか分かる。早く入れ。バイト安心しろ。大丈夫。なんでそんな。バッピーちゃんがお姉ちゃんだからに決まって。ここがおしゃれ。S も入ったことないの。そうだろう。掟を重んじ。お前ここにいるのは私とバイトのみ。バイト。フェルトラクソ。今さら謝っても遅いぜ。待って、ラカ聞こうよ。ありがとう。この騒動何だって。今から我が一族は掟と吸収。ああバンピーから聞いた。そうだ、遥か昔。そのため、そしてこのフェルトラクさんも。ああ本当だが、これを統治者。しかしバンピーの思いも理解できた。そいつはだがよ、バンピーを止めてれば。その通りだ。破天荒なバンピーがこの島に。だがそれでも私は悩み続けた。掟や吸収を守る。そんなある日だ。その卵。そうだベス、貴様のことだ。だが民たちはこの卵たちを忌み嫌い、すぐさま迷い続けるうちに気がつき。そうだったん。それでもう一つの卵。私もそう考えていた。もしや民はベスが帰ったために異変が。本当は真。そうだ、これ全ては私が事あるごとに悩み。本当にフェルドラクは。ああならいいよ、よろしく。思うところはいろいろあるが。すまないバイト、バンピーを強く叱らず。私はフェルトラク、せめてもの罪滅ぼしとして、そしてこの目で聖少獣の存在。おう任せた。さあ急に。本当に大丈夫。